うんそれは新政権ができたわけで、うんそれはね、こう新政権があ安倍政権の時とはまた違ったテイストで、うん何しろキャッチフレーズが国民のために働く。だからね、国民がそうだな、俺たちのために働いてくれてるんだなというふうに実感してもらえるように、私も自民党の一員なので、 ではその我々の政権が国民が全、うん、政権とはまた違った意味でね今度の政権いいな信頼できるな誠実だな俺たちの言ってること本当に理解してくれてるなって思ってもらえるようにしなきゃいけないよねってそれを書けましたそう思いますねやっぱりこうなんだろうオリンピックじゃないんで参加すりゃいいとか 批判すりゃいつもでもでなかろうでとだけどもその正論言えば言うほどう国民の支持は上がるが国会議員の支持は下がると、うん、これは一体どういうことなんだろうねとうでこれから先もいや国民が桜を見る会だろうがあるいはコロナ対策であろうがうん外交であろうがねもうこれっておかしいんじゃない っって思って思いるる人は一定数いるわけですよね。で別に私は野党じゃないんでだけどそのいろんなこういう声もありますよこういうふうに思ってますよこうした方が自民党のためじゃないですかってことを言い続けると国会議員の支持が減るとこれはどう考えたらいいんだろうねということはずっと思っているんですね。でもそう主流派になっっててしまって 派閥がみんなその自分の派閥の領収を総理にしないことによってポストをブるっていうのはこれは今までの自民党になかったスタイルなのでねそれが自民党の活力っていうかそれを削いでる現状をどう変えたらいいんだろうねという時にそもそも派閥って何だろうっていうのを私自身考えてみたかったってことありますね。 それは我々の任期が10月で総裁任期が9月なわけでその今が12月の末としましょうかでまだ9か月もあるのにですねその時は俺は出るぞとかね菅に代わって俺がやるんだとかねそれってのはそんな国民の気持ちにピタッと合ってるとは私は思わないですよね。だからこの時点で 今度の総裁選に私はやりますってのも変だし、その時何がどうなってるかわかんないのに私はその時絶対やりませんってのも変でしょうよ。それは。それはどっちでもないんでしょうよね。私はその、この9月の菅さんや岸田さんとやった総裁選挙で、 政権演説にしても、質疑応答にしても、この度ほど納得できたことはないね。それはこう自分なりに外交政策にせよ、憲法にせよ、財政政策にせよ、社会保障政策にせよ。一つの完成形みたいなものを持って臨んだつもりだし、で、またその自由民主党総裁選挙であるからして、 うん民主党政権3年3か月矢にあった時に、私はあの政調会長とかね、予算委員会の筆頭理事とかね、最後の3か月は幹事長だったけども、一番民主党政権と戦ってきたつもりですよ。予算委員会に立った数も私は一番多いと思うな。 で、その時に自民党っていうのはこうなんで国民からこんなに嫌われたんだろう。この自民党どうすべきだろうっていうのはあの野党の3年3か月で、本当にこう考えに考え抜いたんだけど、それ今なんか忘れてませんかね野党がダメなのをいいことに。どうぞ俺たちはすごいんだろうってね。そういう典型がその、 なんだ悪夢のようなとかね。もうそんな年ね、もう8年も前のこと言ってもしょうがないでしょと。うん、私は思うんだけど、でも、今でもそういうこと言う人もいますよね。いい、うん、人、政権の時はとかさ。うん、そうじゃなくて、その、やっぱり自民党はなんでああやって国民の拒絶に等しい反応にあったのか、というのを我々の時ずっと考えたんですよね。 で、自由民主党っていうのはどういう政党であるべきかっていう投稿量を書き換えて、完全に。で、自由民主党というのは、勇気を持って、活発に真実を語る党なのだと。ね、これは本当なんだってこと、勇気を持っていようよと、受けようなんて思わずにと。で、自由民主党はあらゆる組織と協議する。 それはもう連合であろうがね、なんだろう、その平和団体であろうがですよ。なんでもいいんだけど、自分たちと立場をことにする、そういうあらゆる団体と協議をする党なんだよね。そして自由民主党というのは国会を公正に運営し、政府を謙虚に機能させる党なんだよね。で、自由民主党というのは、 政策を作ったり、条件を作ったりするときには、すべての人に公平な党なんだよねって、こう決めたはずなんで、自民党はこういう党になりますつって言って、政権を奪還したはずなんよね。だけど、今そうかねっていうのがあって、うん。でそれは野党がダメだったから、ダメだから、あれに比べりゃマシだよねっていうので、 その支持が高いっていうのは決して日本国のためではないと私は思ってるんですけどね。でこのまた党の在り方っていうと受けないんだな自民党の中で <laughs>、うん。まだそんなこと言ってんのかお前はみたいな話なんだけど、うん、でもそれはその,あの野党でどん底にあった時に体験したことは忘れちゃいけないねって思っていてでこの2021年に9月に私はやりますとかね。 そんなこと言うつもりは全くないんだけれども総裁選挙の時に言ったことをもう一度きちんと検証してみようということですしねうん私はあのこの間の土曜日にね相模原では何で相模原かっていうとその衆議院に当選すること25回、うんえー、在職すること62年、うんえー、県政の神様といわれる尾崎幸雄という人がいてね、うん あの、県政記念館に尾崎幸夫の銅像が建てますわね。で、この人は相模原出身なんですね。で、選挙区は三重県だったんだけどね。当選25回確かに11回でも長いなと思ってんだけど、90いくつまでやったんだよね、衆議院議員をね。で、この人が73歳かなんかの時に、 突如天から言葉が降りてきてひらめいたと。それは、人生の本舞台は常に将来にあり。っていうね。73ですぜ。失意のどん底だった尾崎学童尾崎幸雄が突如として天からひらめいた。人生の表舞台は常に将来に そこからまた彼はこう気を取り直して一生懸命活動するわけですね。彼は政党政治とは何なのかっていうね。それこないだ私のブログに結構書いてはあるんだけどね。その、正しい間違っているよりも多数であるかどうかで決まるのは民主政治ではない。とかね、書いてるんですよね。で、そのたびの酒はもう大弾圧、大迫害を食らうんだけどね。 そうなんだなと人生の表舞台は常に将来にあるんだなっていうのと、ある人がね、石さんね、といや新聞やね、テレビやね、なんかいろんな報道を口下がない人たちが、いや石場茂はもう終わったとかね、石場茂はもう死んだとかね、勝手に殺すのやって話なんだけど、人がいくら言ったってそんなことはどうでもいいんだと。ただ自分が、自分で、 自分で自分が終わったと思ったら本当に終わりだと。人がどうとそんなことは関係ないと。自分が俺はここまでだって思った時が終わりだと。あんたはどうなんだいっていうことよ。別に、もっと自分で終わったと思っても全然。それでいいんだよ。っていうことじゃないですか。いつ何やるかみたいなことを言うべきってことじゃないけどね。それは、あの、安全運動。 うん書いたものを読んでばっかりいるんじゃないとかねその闘病の時に役人がいっぱいわらわら集まってなんだとかそういういろんな批判はあるけどもだけどそのアドリブであらぬことを口走りはるかにましたそれはもうひたすら安全運転に徹すということじゃないですかねうんだからまあねその 官房長官をずっと務めてこられて、あとはもう総務大臣をやっておられたんですかね、当選四回の時にね。で、その官房長官と総理とは全然違うし、その、総務大臣もね、そんなに答弁の矢面に立って火だるまになるってこともないんでね。 うんはそこに慣れとか、その、そういうものが一定、いって、そういって程度、総理大臣には必要なのであって、うんこれがまた年が変わって、4ヶ月なり5ヶ月になりっていうことになると、だんだん自分のカラーが出てくるんじゃないのかな、というふうには思っていますけどね。うんそう なったばっかりといえばね。うん、まだ今の時点でいいとか悪いとか、いう段階じゃないっしょ <laughs> そうですよ。そうですね、その逆に、そのちょっとだけ安倍さんのようなね、ああいうなんか。民主党は悪魔の、悪夢のとか。そうそうそう。そういう変な発言がね。しない、されるよっぽどましだって。<laughs> そうです喧嘩売ってんのか、楽しそうなね。<laughs> うん、だからね、それはその。ね、よくその週刊現代風にはさ、じゃないや、日刊現代風には。 石破離島か、とかね。そういう記事がよく出るわけね。<laughs> うんって、もう私はもう見てびっくりしますよ俺。俺がいつそんなことになったんだとかって、<laughs> か、とかちっちゃく書いてったりした。だけど、それはその、私はこう、一回心身通っての出たことがあって、それはその、なんだろうな。 その河野洋平さんのもとでの自民党っていうのは、本来の自民党じゃなくなったと思っていたもんですからね。憲法改正だってもう棚げだみたいなこと言い始めたんだよね。その時の小沢新政党の地に新進党になっていくわけですがね。小沢一郎派とのむとかね。それはもうやっぱりきちんと憲法改正せねばならんとか、集団的自衛権は合憲であるとか。 消費税はきちんと引き上げればならないとか、本来自民党が言わねばならないのに言わなかったことを言っているとこれこそ真の保守だとか何とか言って、当選3回の若い私はすごく共感してそこ行くわけです。で、我々当時当選3回制2回制つまり昭和61年当選組と平成2年当選組は、3分の2ぐらい、 自民党を離党離してますからねでだけど行ってみるとそれは自分たちが思ってた党とは全然違ったわけで,で結局私はそのあれほど人生で挫折を感じたことはないけど自民党に戻るわけですけどねやっぱりその青い鳥なんてどこにもいないんだとやっぱりその,自分の原点は自民党であって。 この自民党を良くしていかななきゃいけないけよねとでそれはそのあの野党の3年3ヶ月それはもうみんなで誓ったはずだろうとでその党員の一定の支持は私はあるのでねもちろんそのしばらく離党しろみたいなメールもいっぱい来るけどど,どう見てもこの人自民党じゃないなっていう感じだわけね。 やっぱり立憲民主党支持者とかね国民民主党支持者とかね、うん、そういう人たちは芝生来てくれるといいのなとかって思ってる人もいっぱいいるんでしょうさ、うん、けどそこはそのいっぱい自民党いう本来の自民党に住んだっていう思いは私にはすごくあるんです。うん、で今当選11回ですけどストレートで当選11回ってのはう3人しかいないのよね。うんうん、岡山の愛沢さん と愛媛の村上さんんと私だけなんですよで、自民党1回出てるのにストレートで11回って私かいないでその本来1回自民党出てたらこんなね大臣6年もやるとかね幹事長2年やるとかね、うん、政調会長2年やるとかないですよ、うん、そんなことはうーん。だからそれは何だろうその。 私が何かの役職に就く時って大体組織が危機に瀕した時でない,とならないのよ、ね、だから誰と連携するとかそういう話じゃなくてその国が危機に瀕した時に自分がそれをに対応するそういう自分であることができるかどうかであって。 誰と組むとかそんなことでねあんまり興味がない。そす。それ今んか何言ってるの、ね？<laughs> <laughs> <れ>でもまあ、まあ、自民党をやっぱり竹中さんは言ったって気持ちものすごく強い。それはありますね。うん、はい。それはあります。それはもう自民党ってねやはりね、うん、そのその他大勢党なの、うん、それは日本から共産主義上を信奉する方、うん、あるいはその 労働運動に関わっておられる方うん、あるいは何でしょうね、その特定の利害を共有される方々というのを除いた、その他大勢が自民党なので、やっぱりこれが This is the 日本みたいな気がしますけどね、よかれしから。